ミルクミルクサッカーアカデミーの上間でございます。ノーミルク佐藤です。よろしくお願いいたしま す。今回はこちらでございます。どん、なんと名古屋グランパス、はい、ビギサイドバック、成瀬俊平選手が岡山への育成、期限付き移籍決定ということになりましたと。そうなんですね。はい、そうなんでございます。ここからいろんな資料もちょっとお送り上げしていくんですけれども、まあとりあえず4月5日のですね、午前中なんですが、はい、まあ、パリス大の右サイドバックでもある成瀬選手の、まあ、移籍が決まりましたと。うん、で、うん、本来であれば4月1日までがその育成の登録期限、ごめんなさい、移籍の登録期限だったんですけれども、はい、あの育成型レンタル移籍に関してと、うん、あとゴールキーパーのスクランブル移籍に関してはシーズン内いつでもいいよっていうふうになってるので、っていう感じでございますと。じゃあ、なんで、まあ、名古屋でもコンスタントに一応ね、あの、出場機会の中、ね、はい、成瀬選手がなぜこのタイミングで移籍になったのかってことをいろんな側面から解釈していきましょう。わかりました。という企画でございます。はい、なんで、名古屋の皆さん、岡山の皆さん、中心皆さん、どうぞよろしくお願いします。まずは第一弾、こちら、ドン。まあ、成瀬選手の、まあ、移籍理由ってことは、うん、まず名古屋目線から見ていきましょうと。で、まず、丸一でございます。はい、右サイドバックは基本的にスタメンが宮原選手だっていうところがありましたと。ただこれデータ的な側面からいくと、うん、まあ、宮原選手とも、そして成瀬俊平選手も、はい、なんと、地上戦のデュエル勝率に関して言えば、二、うんうん、人とも、J ナンバーワンクラスなんです。はい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 。で、ミルアカでもあのデータアワードってことは毎年年末にやってるんですが、うんうん、2018のトップが宮原さんで、2019が成瀬さんだったんですよね。はいはいはい。それぐらいトップなんです。なるほど。だけど、うん、守備の時のデュエルに関しては、やや宮原選手の方が高いっていうところとか、うんうん、あと宮原選手もともとボランチできたり、センターバックでもできたりだとかっていう、このポリバレントさもあって、なるほど。なんで彼が右で使われることが多くなってるんです。うん、ね。うんうんうん、で、さらに最近ですけど、3月中に、はい、FC 東京からレンタル移籍で内田拓也選手がやってきたと。はい。で、内田選手はもともと東京で出番が今年なくなってたところで、もともとはウイングとかオフェンシブミッドフィルダーなんかもできる選手なんだけど、うん、昨年東京があのサイドバックにかなり受難というか、怪我人続出した段階で内田選手が、内田選手をね、あの、長谷川健太監督が右サイドバックに抜擢するなどっていうこととかもあって、うんうんうん、長谷川健太さんがその使い勝手に良さから今回呼んだんじゃないかってことが言われてるんです。なるほど。はい。でもそうすると、呼んだってことは、成瀬さんの方がいわゆる序列的に言うと多分下になってしまう。はい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 、そうですね。で、他に右サイドバックで言うと、まあ、トス時代にやってた森下選手とか、うん、あとは吉田豊選手なんかもともと右もできる人ですから、うん、右めっちゃいるんですよ。なるほど。なんでこのままだとやべえ、出番なくなるかもしれないっていうところとかが、うん、もしかすると、成瀬さんの中にはあったかもしれない。自分的にも大事な時期だし、実戦でね、出ておきたい。そうなんですよね。伸びる時期だからっていうのもあるのかな。そうなんですよね。うんうん、あとみんなちょっと忘れてるけど、はい、今、フォワード張ってますが、うん、酒井宣さん。ああ、そうですね。彼、もともとここだからって話なので。そういうことですわ。はい、はい。そうなんですから、はい、成瀬さんもかなりの実力者なんだけど、うん、ともすれば右サイドバック6番でどこまで落ちてもしょうがなかった。いいですね。そういう状態であったと、はいはいはい。なるほど、なるほど、よくわかります。日本屈指レベルの右サイドバックの方向になってるってことです、ね。はい、はい。続いて今度こちらでございます。そうですね、こっちも大事。はい。うん。柱の岡山目線でございます。はい、うんうんうん、岡山なんですが、まずはですね、やっぱ前の方から見ていくと、まあ、ミッチェル・デュークさん、まあ、オーストラリア代表がいたりだとか、うん、そもそもね、あのガンバから今年やってきたチアゴ・アウベスさんだとか、うん、あと清水からやってきた河合さんだとか、はい、まあ、あと、まあ、J1 はまだ経験ないけど、柳さんだとか、ね、うんうん、まあ、バイスさんだとかっていうの、うん、まあ、彼は J1 経験あるか、はい、ところとか、いわゆる J1 経験者とか結構多いチームなんですよね、もともとね、うん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 、他の J2 クラブに見ても。そうか、そうですね。そうで、はい、なんだけど、右サイドバックのところだけそうでもなかったなっていうところはあって、もしかするとそういう面で、あと、強いて言えば、デュエル勝率が他のポジションに比べると、あくまでデュエルですだけです、うんうんうん、ですけど、はい、ちょっと他のポジションにか弱かったところがあるから、その補強なんてことももしかしたら岡山側としては考えていた可能性もある。なるほど、盤石にしていこうということですね。そうなんですよ。はい、あとは、あのこれあくまで、これもデータ側面なんですけど、うん、岡山やや左上がり系のサッカーなんですよ。はい。夜、徳本さんの方がちょっと前に上がるというか。うん、でもちょっと今最近岡山は、序盤良かったんだけど、ちょっと勝ち点のペースが落ちてきたっていうところもあって、うん、あの違うパターンの攻撃パターンとかも入れていきたいんじゃないのかなっていう。なんで、右から攻めることとかも含めて、成瀬さんをっていうのはあるかもしれません。なるほどね。うん。はあ、はあははあ、で、プラス、あと今回、実はあの、成瀬さんだけじゃなくてなんですけど、うんうん、もう一人、まあさん、実はあの、あんまり知られてないんですが、はい、先日、湘南、元福島の、ゴールキーパー、堀田さん。あ、堀田さん、はい。岡山に行ったんですよ。あ、そうなのね。そうなんですよ。はい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 、はい。彼も要は、
J1 の血の入った人間じゃないですか。はい、湘南でやってた方が、はい、そうね。だから岡山としてもなんかそういう血のその J1 っていう血の巡りみたいなのが今欲しい時期だったと思うんですよ。で、レンタルとかで誰か。上がっていきたいってことだよね。そうそうそう。そう、うん、はいはいはい。上がってのもあったのかもしれない。うん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 、で、あと今年の特に J2 全体で考えたら話なんですけど、うん、丸6ですね、うん。不足の時代に対応すべくじゃないですが、はい、やっぱり例年に比べて、キャンプの時期が半減してしまったシーズン。半減してしまった。はいはい。うん、なんで、フィジカルをなかなか整えきれなくてないチームというか、ほぼ全チーム。うん、J3 を除く全チームが、ちょっとフィジカルコンディション整わない中で開幕しちゃったなってのがある。うん、で、例年もやっぱり岡山さんだとかっていうのは、負傷者がちょっと多いっていうのが、なかなかね、ちょっと出てしまってるってところがあり、他のチームもそうですけど、あと、コロナ対応とかっていうところもあって、なんかユースの選手をあらかじめこう昇格させてるチームとかも他にもあったりするんですよ。なるほどね。だ怪我とかコロナとかいろんな要因とか考えたら、まあレンタルとか含めて、ちょっと人が多い、多くいてくれればちょっと安心できる。なるほどね。うん、あると思って。成瀬選手なんかはね、右サイドバックだけじゃなくて、あとは一つ、一列前のポジションとかもできるんで、そういうところで、名古屋と岡山の利害がガッチャンコしたわけですね。そうですね。ごっちんこしたわけですね。そう。うん、ただ、うん、名古屋と。ハマったって意味になる。まあね、はい。名古屋と岡山だけでもまあわかるんだけど、見る赤はそこだけじゃないですよと伝えるの。はいはいはい、はい。もうちょい踏み込みましょう。なんでしょう。もう一つの存在が彼にはあります。なんでしょうか。こちらご覧ください。はい。ドン。うん。パリオリンピック世代。パリオリ。はい。成瀬選手は、先日まで、はい、優勝したのドバイカップのメンバーとして選ばれてドバイに行っておりました。はい。もともと実は、サイドバック、特に右サイドバックフル代表だったらね、酒井選手、山根選手、あと、橋岡選手、菅原選手とか、まあ、いっぱいいるわけですよ。に比べて、パリはちょっと少ないんじゃないかなってことも言われてたんですが、その中で最近というかね、この、パリオリンピック世代の右サイドバックは山形の半田選手、はい、そして、成瀬選手、そしてプラス、今横浜市にいる中村匠海選手あたりが軸でやっていた、ね。はいはいはい。で、この3人の誰かがこのまま本大会行くだろうなと思われた矢先に、新たに今回、デュッセルドルフの内野選手っていうのがやってきた。ライバルが増えたわけね。さらに今、サガン鳥栖でもともと左やってたはずの中野信也選手がさっき右もやってると。なるほどな、うん、うん。で、その内野さん、半田さん、中村匠海さん、中野さん、成瀬さんの中で、最近、こう、主軸となってチームに絡めてないのが、成瀬君。名古屋で出れない場合じゃないと。同世代のこの大会で勝つためにも出るためにも。そうなんです。出れるチームでバリバリ見せないと、戦えないと。半田君に取られちゃうと。いうことなんですよ、ね。なるほどね。うん、うん。さらにもともとこの世代の右サイドバックって実は他にも、はい、実は松木玖生、はい、右サイドバックやってたんですよ。オリンピック代表のこのね、世代のチームとか。はい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 。ってことは、一箇所しかできなかったりだとかすると、はい、ちょっとまじいぞということにもなってくる。うん、さらにこの半田くんとか、あと逆サイドの大畑くん、さらには先ほどの中村匠海選手とか中野信也選手は、みんなセンターバックもこなせるんですよ。うん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 、ってなってくると、急にチームがフォーバックからサイドバックになった瞬間に、はい、成瀬選手、急に出番なくなるんです。はぁ。だから俺がこのチームの軸になりますぐらいな感じで出場機会積んでおかないと、うん、しかも今やっとかないと、うん、ちょっとメンバーから外れてしまう可能性がある。ははだ多分今回ドバイ行ってそういう話とか大岩監督とかとしたんじゃないですか、もしかしたら。なるほど。っていうところで、うん、出場機会だとか経験値ってことを大岩さん、そしてね岡山の木山監督、そして、名古屋の長谷川健太監督、そしてご本人、成瀬選手だとか、いろいろ考えてこうなった可能性があるんだ。こういうことで移籍ってのは起こっていくわけですね。本人の気持ちにもなって考えると、確かに。うん、あ、これはだから背中を押してあげてほしいですし、頑張ってほしいって思っちゃいますね。こうやって教えてもらうとね。そうですね。なるほどな。はい、うん。ということで、まあ、パリオリンピック世代も絡めた上での、名古屋、岡山で起こった成瀬選手の移籍でございました。そして、岡山の試合これから見るとね、やっぱこう。うん。気持ち入っちゃいますよね。うん、そうなんですよ。ね、どうなってくるか、そういう意味でも、このアンダー組のね、パリまでの道、楽しくなってまいりました。はい、応援していきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます、先生。ということで、はい、今日も先生の見立てで解説してもらいました。ということで、毎日やってます。ミルアカです。チャンネル登録、高評価ボタンをお願いします。ありがとうございます。ということで、はい、メンバーシップもやっております。月1、ライブやっております。ぜひその辺もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。井上までございました。どうみゆきさとでした。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。頑張れ。